背番号32番ゴールキーパー福留健吾です。僕の攻撃的で積極的な、プレースタイルに注目してもらいたいですし、あとは勝ちに対する気持ちを前面に出したパフォーマンスを見ていただけたら嬉しいなと思います。水戸のイメージは、まあ、納豆のイメージが一番強かったです。で、まあ、実際に来てみて、まあ、茨城出身の友達も何人かいたんでいろいろ話聞いてたんですけど、まあ、すごく自然もあるしいいところだなと思ってます。なんか僕の地元の鳥取に近いなというふうに思ってます。僕自身は J リーグでプレーするのは初めてなんですけど、とにかく J リーグの試合でプレーするっていうことが大きな目標です。まあ、今年のシーズン、僕自身しっかりチームの力になれるように全力尽くして頑張りますので、応援よろしくお願いします。